今日はカップボードの写真についてちょっと解説したいと思います。ですね、初めからちょっと言っておきますけども、ピンタレストで写真をいろいろこう探していてですね、思わぬ掘り出し物って言いますか、素晴らしい写真に出会うことが多いんですね。まずその例を紹介しますね。こちらの写真を見たら、もう壁一面にこうカップボードが収納されているパターンですね。で、当然この建具に関しましては垂直収納というもので、開いては収める、開いては収めるという方式になっています。ですから、キャビネットとキャビネットの間にはこの建具の収まるスペースがあるんですね。ですから、キャビネット自体はキャビネット隙間、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 これでできるんですね。で、これは非常に壁一面に収めてすっきり見せるっていうことではかなり有効だと思って、この写真を見つけたんですね。で、もっと驚いたのがですね、それで必ずこのウェブにアクセスっていうことで、シェア元のサイトを見るんですけども、実はこちらの方でですね、すごくセンスのいいキッチンがもう見れたんですね。で、ちょっと紹介しますね。もうこれもかなりセンスいいですね。はい、こういろいろと出てくるんですけども、その中でこう、これもそうですね、これも垂直収納でというパターンですね。はい、で、この写真何かでもすごく惹かれたんですよ。で、やはりカップボードの上でですね、キッチンですね、こう天板のカウンターの厚さをですね、こう変えるっていう、要はこちらのキャビネットとこちらのキャビネットと変えてるっていう風になってるんですけども、このこういう連結の仕方っていうのが非常に珍しいなと思ったんですよ。で、カラーバランスにつきましても、このキッチン本体のこの木目の柄をですね、こちらの一部分、このオープンスペースに生かしている、この辺も非常に参考になりますね。はい、で、これさらに詳しく見ていきましょう。はい、こんな感じですね。で、もっと詳しくとこう見ていきますと、はい、こちらの写真よくわかりますよね、この連結している様子。はい、で、こちらの方は実はダブルシンクでした。はい、こういうこともわかります。はい、こちらもですね、非常に参考になったんですね。釣り戸棚にですね、オープンスペースをちょっと作ろうと思いましたら、どうしてもキャビネット、キャビネットっていう、そういうデザインになってしまうんですね。ですが、ここは金物を上手に使ってますよね。この辺もすごくセンスがいいなと思って感心したところなんですよ。あと、レンジフード。これは日本では手に入らないんですね。とにかく見どころがたくさんのホームページにこう行きますので、こういうのはもう掘り出し物ですね。うん、こちらにありましたね、先ほどの。はい、こちらはその具体的なこうセンターの部分ですね。はい、コンセントも持ってきて、これはできますよね。はい、とにかくいい写真にどんどん巡り合うので、これはもう掘り出すものですね。私も例えばこう壁面の一面にこう何か棚を作ろうと考えましたら、どうしても木でやりがちなんですよね。で、やはりこういう金物の上手な使い方ですね、この辺は非常に参考になりますね。こちらですね、綺麗ですよね。はい、そんな感じです。ですから思わぬですね、掘り出し物のサイトに出くわすことがありますので、見ていていただければと思います。